スターティンググリッドに集まりました15台。それではグリッドご紹介してまいります。この第4戦決勝、見事ポールポジションからスタートを迎えてきたのはゼッケンナンバー24番、本能レーシング清水光。タイムトライアルトップタイムをマークしまして、この決勝レースもポールポジションからのスタートです。そしてその横2番手からのスタートはゼッケンナンバー9番、 T スタイルウィズブルーと岩下レイ。2列目3番手スタートにはゼッケン36番、チームブルーと森隼人。ここまでトップ3がヒートポイントともに7ポイント同点で並んでおりましたが、まずはタイムトライアルポールトップタイムをマークした清水がこの決勝もポールポジション、タイムトライアル2番手タイムのメイが2番手、そして森隼人はタイムトライアル4番手タイムでしたがヒートポイント7ポイントで3番手からのスタート獲得です。そして4番手スタートにはゼッケンナンバー47番、 T スタイルウィズブルーと近藤レオ。5番手からゼッケン84番、原田カートクラブウィズジール WM 石田走る。6番手スタートにゼッケン23番、チームブルーと小林空。7番手から黒田美春、8番手の田中響、9番手松田志音、10番手塚本伊吹、11番手の大野勇気、12番手梅村春人、13番手の村田徳馬、14番手福田隼人、そして15番手の三田祐介と、ピアクラスが10台、ピアニアクラスが10台、SS ジュニアクラス5台と、全15台、本走でグリッドを離れていきます。フロントローの2台はポール清水が SS ジュニア、アウト側2番手スタート岩下メイはピアジュニアクラスと、それぞれクラスが変わっています。1周のウォームアップは3番手森隼人が先頭で帰ってきます。まだポール清水光が自分のポジションには戻れません。今バックストレートちょうど真ん中から前に出てきました。さあこれでフロントローの清水と岩下芽衣が隊列を整えていきます。後方大野勇気の前にも大きなスペースが空いているでしょうか。ここは詰めなければいけない。さあ隊列がホームストレート白線誘導ラインに収まっていく。ティアジュニア SS ジュニア15台での第4戦決勝レース、スタートは切られません。スタートはまだ切られません。もう1周です。ローリングスピードが速すぎまして、これはスタートを切ることができません。
再びバックストレートに入ってきましたが、とっとっとアウト側、小林空、田中響、塚本伊吹、そして梅村春人などがちょっと追突があったでしょうか。あーっと12コーナー先で1台エンジンがかぶっている、松田紫苑でしょうか。先ほどの予選でもありましたが、さあ1台を遅れている、再び誘導ラインに収まってきまして、イエローラインスタートが切られていくが、アウト側岩下芽衣、そして近藤亮はスタートが遅れた、近藤が前に出ていきます。さあまずはホールショットを取っていったのは3番手スタート森隼人、一気にここでフロントローの2台をかわして森隼人が前に出てきます。さあ気づけば森隼人参戦、連続のボールポジション記録を、止められてしまった森隼人ですが、このオープニングラップスタートから前に出てきます。そして1台ゼッケン、38の三春ですかね、三春がタコツボ立ち上がってバックストレート、あーっとその三春か福田隼人か、福田隼人が12コーナーで回っている。さあまずはオープニングラップ3番手スタート森隼人を先頭に帰ってきました。後ろ2番手には岩下芽衣、そして清水光、石田走が今5コーナー、同じクラスライバル清水光のインサイドを奪って SS ジュニアクラストップに立っていきます。さあこれで橋が総合3番手クラストップに躍り出た、さらにこの勢いで目の前の岩下芽衣に襲いかかろうかというような動き、バックストレートは森隼人、岩下芽衣、石田橋の横に再び今度は清水光だ、今度は清水が11コーナー、それでもまだ石田走りをかわすことができない。石田清水の後ろには小林空、近藤レオ、田中響、梅村春人、そして松田紫苑、黒田美春、塚本由紀は11番手、村田哲馬12番手、大野裕樹、三田祐介、藤田隼人と、これで2周終了です。さあこの2周目で3番手石田走がファーストストラップをマークして、2番手岩下芽衣をかわしています。5コーナーで芽衣をかわして石田走はこれで2番手と上がってきました。森隼人の後ろ2番手に石田、3番手が芽衣、4番手に清水、5番手小林と上位が変わってきている。これで両クラスここまでのそれぞれランキングリーダーがクラストップに躍り出たということになります。まずはティアドニアクラス森隼人、今シーズンすでに2勝をマークしている森隼人が現在総合でもトップ、その後ろには SS ジュニアクラス自身勝率 100% の石田走が総合2番手クラストップ、さらに総合3番手ではティアジュニアクラス岩下芽衣、この岩下芽衣もここ水丸での今シーズンは開幕戦、そして前回第3戦と2度の5位がありますが、そこから一気に成長してきました。今日は初のポールも獲得した岩下芽衣、ここまでもクラス2番手、
総合3番手をしっかりと守りながら4周終了、5周目と入ってきました。この岩下メイン、インフィールド、セクター2の時間、セクター2時間で全体のベストもマークしています。さあ、しかしそのメイの後ろ、5コーナーで清水光が飛び込む。さらに小林虎も横ちょっと当たりながら、岩下メイのサイドにガツンと当たりながら小林虎が前に出ていく。お返しとばかりに小林虎のレールを押しながら岩下メイ前に出ていく。さあ、ここでこの小林虎とメイ、さらには近藤レオといったあたり、バトルが始まっていきます。さあ、そしてトップ争いですが、ピアジュニアクラス、トップの森隼人に対して後ろ SS ジュニア石田走が今近づいてきまして、ここで総合優勝争いが始まっていくのか。3番手清水、4番手小林、5番手にはメイとメオが並んでいる。さらにその後ろ、田中ヒーフも近づいてきました。まあ、今日は少し午前中この雨に苦しめられていた田中秀樹もこの決勝レースで少しずつ回復してきたか。レースは折り返しの7周目。さあ、2コーナーでトップ争いが横に並んでいるぞ。それでもまだ森隼人が前にいる。残りは6周。逆に後ろ3番手争いが入れ替わりました。清水をかわして空が3番手に上がっています。トップ森、2番手石田、3番手に空、4番手に清水、5番手にレイ、6番手がレオ、7番手に田中響と、まあ、ここまでトップ7が1列隊列を組んでいく。そして8番手争いも黒田美晴と上村春人が近づいてバトルを始めてきそうです。三春、春と、さらにその後ろ、松田志音が目の前の春とに近づいてきます。これで7周終了、残り5周というタイミング。ついにここで石田走るが森隼人をかわして前に立っている。残りは5周。勝率 100% 男がいよいよ総合優勝に向けて森隼人の前に立ってきました。さらに3番手の空もファーストストラップをマークしながら前2台に近づいてきています。前2台よりもコンマ3秒4秒速いペースで、さあ、小林空が襲いかかっていく。ホームストレートから1コーナー、まだここは動かないか、近づいてきています。さらにその後ろ、岩下芽衣も再び清水光の前に立ってきまして、4番手清水が5番手、6番手にレオ、7番手の田中響。さあ、5コーナーで松田しおんか、しおんが回ってしまったか。先ほどまでは梅村春人と近づいていた9番手争いをしていた松田しおんですが、5コーナーで動けるか、リスタートは切れるのか。
これでいよいよ周回数は残り3周です。石田走るがラップリードに立ちまして残り3周、2番手森隼人、3番手の小林空、4番手岩下芽衣、5番手はいました、都市水高と近藤レオ、さらに田中秀樹が先ほど止まってしまっていた松田志陽を今、パスしていきます。終盤少しペースが落ちてしまったかに関しての森隼人、トップ石田走を追いかけていかなければいけませんが、少しその距離が広がりまして今は5秒しかしこの周回、この11周目でまた少し息を吹き返したでしょうか。森隼人がセクター1で自己ベスト、目の前の石田に食らいついていこうとしています。その森の後ろには空と、ここでまた芽衣が近づいてきました。さあいよいよジュニアクラスのこの決勝も残り1周、ファイナルラップに入っていく石田走が一瞬後ろを確認した、左と視点を送って2番手森との距離を確認した。さあレースは残り1周、ファイナルラップ、石田走を先頭に2番手森、3番手空、4番手芽衣、5番手清水、6番手のレオ、7番手田中響き、1台バックマーカーを挟んで8番手争いは黒田美晴対梅村遥人。さあまだ岩下芽衣もチャンスを伺っていく、その前で小林空が入れるか、11コーナーここは入れないか、ここは入れない、後ろで芽衣が回った、11コーナー岩下芽衣が力尽きてしまった。最終コーナーを立ち上がって石田走る勝率 100% はまだ続いていきます。総合優勝を飾りました。2番手森隼人、3番手の小林空、そして4番手には清水浩、5番手で近藤レオ、6番手田中響き、7番手は黒田美晴、8番手梅村晴人、9番手村田哲馬、10番手塚本伊吹、大野勇気、三田祐介、福田隼人、岩下芽衣はファイナルラップでのスピンで14番手でこのレースを終えていきます。松田詩音が15番手でのセンターでジュニアクラス第4戦は終了ですが、各クラスのトップ3をお伝えをしていきましょう。まずはディアジュニアクラス、優勝を飾ったのは森隼人、2番手小林空、3番手は近藤レオです。そして SS ジュニアクラスは総合優勝を飾りました石田走る、清水浩が2番手、そして塚本伊吹が3番手ということになりますかね。ジュニアクラス、それぞれの決勝レース終了です。